入っちゃってこんばんは皆さん、こんばんは。今ちょっとね、画面が違いましたが、あれなんか、こんぐらいだったな。見えてますか皆さん。僕も自分のやつでちょっと見なきゃ。よいしょ、これで見れるかな。お、配信テスト中。これマイク消さないと。あ、くるくるしてんな、くるくる。見えた。こんばんは。見えてます。ありがとうございます。清宮さん。お。さきこすこさんってあのツイッターの人かな。どうも。週末のライブに向けて1000円カットで2センチぐらい切ってきました2センチぐらい切ってきたんですけど、どうですか。フレッシュになりましたね。フレッシュに、はい。1、2センチ切ってくださいって言ってきました。トップのボリュームはなくさないでくださいとこうね、くれぐれもお願いしてという感じでございます。聞きにくいんだよね、僕はね。あの、うまく聞こえるんだけどね、これ。この方が。あ、まだモデレーターいないな。すいません。この、まだモデレーターがいないんでね。あの、絵文字が、あ、大丈夫か。絵文字がこう、切れちゃう。OBS の何かが問題ですか、秀樹さん。見ますね。OBS のね。エンコーダ配信。ビットレート。ひょっとしたらそうかな。本当だ。30コマですね、これね。30です、30。緩やかですね、30。久しぶりに。これ一回止めないといけないんだよね、でもこれ。これ止めても大丈夫なんですかね、これ一回これ。これと一回止めると。そうなんですよ。ただどうなんですかね、週末のビデオ、週末はですね、
今回は多分ビデオで放送します。あの一眼レフじゃなくてね。なんか今日のあれだな、すごいやっぱノートパソコンの色ってすごい黄ばんでるな、これな。黄ばんでるってなんか言い方があれだけど、そこにちょっとノートパソコンの見せましょうかね、みんなに。そうか、ノートパソコンの人はこうなっちゃうか。ちょっとね、この画質がね、こうね。ああ、やっぱこっちでもそうでもないんだな、やっぱりな。ノートパソコンのその、色温度がかなりこれ、あの、あれかな、まだ調整できてないかもしれないな。ちゅうわけで、ちょっとブレブレですけど。パワーケーブルと、これがあの映像の USB Type-C で、これがこのヤマハの、この3つがねつながっておりますね。でここにあの回線が、はい、ちゃんとしっかりね、これ今回もあのノアのスタジオノアでやるんでね、しっかりとした安定したあの USB 回線が望めると思います。いかがですか、これ1000円カットでちょっと2センチ縮めてきました。すごい感じですね。はい、こういう感じで、YMD エフェクターにハロウィンが、という感じでですね、お届けしておりますね。同じのようですか、今日は。よかった、わかりました。ちょっと秀樹のあのあれでわかりましたんで、当日確認してみます。 60fps でもいけるかもね。これちょっとあれだな、よいしょ、こっちでねちょっとやんないと。そうそう、ハロウィンの飾りはね、去年陽介が買ってきてくれたあの人形みたいなやつなんですよ。で今回もあの置いていたので、無事見つかりましたんでね、持っていこうかなと思います。そうそう、先日のねあのメタルトレインでもらったんです、これね、うん、ちょっとボケてるな、もうちょっとあれかな、もうちょっとだな、これこれで合ってるかな。最後一人でねやってるんで、ちょっとワンオペな、うん、あ、これでいいな、このぐらいのこれね。はい、先日のねメタルトレインでプレゼントもらったんですけどね、おしゃれなあの香水とかね、体につけるやつかと思ったら、なんとフィンガーイーズがたっぷり入ってますですね。フィンガーイーズ、フィンガーイーズ6本セットいただきましてね、
これは助かるなと。これ当分買いに行かなくて済むという。ありがとうございます。非常にありがたい。はじめまして、ケリーさんの手の動きをちゃんと見たいから高フレームレートで見たいです。みなとさん、こんな配信初めて見ないでよ。ちょっと今日はですね、週末に向けて、なんだ、ライブセッティング用のね、普段のパソコンじゃなくて、普段は僕ハイスペック、まあもう5年前のパソコンなんですけど、ウルトラハイスペックパソコンでお届けしてるんですよね。 CPU だけで14万ぐらいしてる。で今日は、ハイスペックノートパソコン、はい、ギガバイトのエアロシリーズの、50枚ぐらいするやつを使ってるんで、まあ、そんなにダメなことはないと思うんですけども、うん、あ、指はね、はい、指結構ね大丈夫になりました。ちょっとまだねあれなんですけど、ここにねちょっとずっとここが膨らんでたんですよ。だから今日無理ってやったらなんか黄緑色の汁が出た、うん、溜まってたんでしょうね。それをビュッと出してね、で母親から送られてきたアロエを塗りまくといたらほぼ痛くないですね。ほぼ、めっちゃ痛かったんでここに当たると、はい、ほぼ痛くなくなりましたから、もう多分大丈夫ですね。要するにこのハサミがここに入んなかったんでめっちゃ痛くて、今大丈夫になりました。ありがとうございます。はい、めっちゃ痛かったんですよ。でも本当に、うん、こうやって今こうやって触れるでしょう。これがもうできなかったんでね、大丈夫だと思います。ご心配おかけしました。まあグリってやったらちょっと痛いですね。まあでも、はい、お母さんからたっぷり医者いらずをもらったんで、医者いらず塗ってもう少し我慢しときます。全開ではないんですね。ちょっとやっぱりちょっと痛いな、やっぱりな。だからもうちょっとおとなしくさせてくださいね。やっぱりコメントあれな、これ業務連絡的なもんなんですよ今日ね。そのオペレーターが多分陽介がやるんで、今度ライブ配信をね。なのでそう考えるとこれの画面がやっぱこう狭いですね。この画面がね、これでこう全部をチェックするのが、やっぱコメントを別に出さなきゃいけないかもしれないな。これ難しいな、これっていうことがちょっと判明しました。配信はねできそうな気がします。これでも17インチぐらいなんですけどね、画面が一番でかいノート買ったんですけど、やっぱ難しいなと思います。ね、これちょっと出してと、よいしょ。でこっちもうちょいこっち向けるか、これよいしょ。これな、途中で抜けたら笑っちゃうな。じゃあですね、こんばんは。このぐらいの角度、ちょっとこう気抜くとな、やっぱりちょっと変な感じな、うん、短くしすぎたかな。でもな、まあいいや。はい、こんばんは皆様、ご挨拶します。うん、字めっちゃでかくしよう。これかおりん、あやこさん、ローズちゃん、マミングベイ、サキコスコさん、こんばんは。ルナッチ、清宮さん、タッカンさん、テルミン、ノリノリックさん、サドウスキーさん、はじめまして。
T 直樹さんこんばんは。秀金チャンネル今夜もよろしくお願いします。あ、そうなんですか。ほんじゃあちょっと一回秀金じゃないわ、配信を止めて。なるほど、そうかそうか、 YouTube の配信を切らなきゃいいんだな、これ。うん、わかりました。ちょっと一回じゃあ新しい人がなんかぬるぬるで見たいちゃうんで一回止めますね。うん、ちょっとお待ちくださいとかやってみようかな。これで9時になったかな。ね、港さんこれで見れるかな。カメラからはみ出す。そうなんです、だいぶ和らぎました。 RF さんこんばんは。先日メタルトレインに参加しましたが、運営の住屋さんから症状出てませんかみたいな連絡が来ました。しっかりした運営さんなんですね。まあそこはもうしっかりしないとね、もう危ないですからね、今のご時世ね。なんかあるとやっぱり責任を取らなきゃいけないんでね、仕方がない。みんなしっかりしてると思います。僕以上に、僕が一番ちょっとしっかりしない、気をつけます。 120SP さん今日ありがとうございます。こんなね、テスト配信でなんとお覚悟の音がありませんが、ナイススーパーチャット。あれ、なんか固まっちゃって、ちょっとこれ、じゃあ僕のとは固まってるな、これちょっと頼みますよ、もうこれ。あ、大丈夫かな。はい、川坂奈さんこんばんは。 K チャンネルさんこんばんは。なんか僕のとこ固まるな、ちょっとこれ危ないな、これ大丈夫かな。僕のところがちょっとね、うまく再生していません、これ今。ただ接続状態は非常に良好なので、まあ大丈夫かなと思ってるんですけどね。あれ、ナイスパナイスパー、マサルアニキングさんこんばんは。内藤イサミさんありがとうございます。ナイススーパーチャート、綺麗になりました。あ、やっぱりね、そうそう、デュアルディスプレイいりますね、これね。HDMI 出力もこのパソコンありますから、
はい、そうなんですよ、ローチちゃん。ちょっと僕のところがね、ダメなんですよ、これね。まあ、まあ仕方ないな、これ。あ、なんか戻ったぞ。ちょっと遠いかな、やっぱりこの距離がいいかな。僕のカメラがですね、フォーカスを固定してるんでですね、僕が動くとボケますね、やっぱりね。このぐらいかな。このマイクが綺麗に映ってますもんね。ありがとうございます。これでね、もう問題なければ、この配信をこの配信終わっても、終わったら早いな。でもなるな、ちょっとまあ、はい、無理せず弾きましょうか、今日ね。無理せず、はい、皆さん大丈夫ですかね。広田さん、吉田さん、こんばんは。そう、これで今日はね、カラオケもここに出さなきゃいけないんで、めちゃめちゃ混み合ってますね、この画面が今日。画面がごちゃごちゃしました。大変ですね、これは。自分の曲でも弾いてないとね、すぐ弾けないんですよ、やっぱりね。僕の曲、簡単な曲あんまりないんで、それはちょっとたまに傷の感じで。かっこいいですね。あ、これ、あとね、さっきのやつですかね。何もしてないか。これタイムラグがあるな、これね、やっぱりな。うん。間抜けな顔して、iTunes を見てるときにかっこいいって言われたら、もうね、困りますよね、これね。はい、指ね、指はね、でも本当に痛かったんでね、当たらないしてます。まあでも今日ね、海をこう出したんでね、海が溜まってました、ここに。なんとか出しましたんで、大丈夫かな、今日は。当たんなきゃね、だからピッキングハーモニクスするとやっぱちょっとこうしんどいですね、これね。ビヨンドさんも全然弾かなくなっちゃったんだよね、かなりこう精度が落ちたかもしれません。申し訳ないです、皆さん。精度の落ちたファービヨンドさんを聴かせることになります。まだそうですかね、痛くはないんですけど、そんな ずっと痛くないんですよ。当たると痛いだけですね。そんな痛そうに
しかもあの怪我してるのこっちだから、あの見えない方ですからね、安心してくださいよ。まあでもほら適当に弾いてるだけでもやっぱりあの誰かが見てるという緊張感が練習になりますからね、はい、これありがたいことですよ、とてもね。ちょっとこっちにヘッドラッシュ持ってきてた。やるしかないということで少し弾いていきますんでお聴きください。まあもうこのあのセッティングで配信することが可能なことは分かったんでね、問題ないでしょう、おおむね。はい、じゃああれかな、立っていこうかな、立ってな、立ってきた。ちょっとやっぱエレキギターは立たないとな。やっぱカレーは飲み物ですみたいなのが、エレキギターは立って弾くものです。シールドは椅子に絡めて、ちょっとカメラを高くします、カメラを。笑かすつもりはないですけど、すいません、笑かしてしまった。自分でこうカメラをセッティングするって。
こんなもんかな。こんなもんでよろしいですかね。
Thank you.
エクササイズ足で超絶だよね。すみません、全然覚えてません。今日は皆さんちょっとあんまりコメント見れなくてね、すいません。コメント見たいんだけどね、コメント見ちゃおうかな。じゃ太ももマウスパッドよし、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしければ高評価をお願いします。もう100超えてますけどありがとうございます。小太郎さん、フューチャーデスネーション後で弾きましょうね。今日はね、レスポールを立っていく練習ができまして、皆さんのおかげで週末の土曜日やれそうな気がします。週末のライブ配信の URL って秀樹わかりますかね。すいません、ちょっと僕今すぐこう出したいところなんですけど、ここで出せないかもしれないな。熱っ。はい。そして EX8 のねオーダーをもらったんですけど、申し訳ありません。僕もちょっと相当練習しないとあの辺できないんで。あ、みんな見てくれてましたね。そんなコメントがないから大丈夫。ナイス。ナイス。スープ。今日は効果音なくてすいませんね、皆さん。出ました、出ました。なんだろうな、なんか曲だろう、多分出ましたっちゅうのは。 EX8 練習しておきますね。 JOF ミュージックチームさん、コーンさんもね賛同してますから、難しいです。アンバーダウンって、あイングウェイのアンバーダウンね。はい、レスポール良かったですか。ありがとうございます。ただいま週末に向けて練習しております。アンバードーン、よいしょ。暑くてね、これちょっと想像、スタジオに忘れてはいけないものはサーキュレーターですね、これね。いやちょっとこの1000円カットの紙がね、すぐにこう、やっぱ1000円カットだからかな。
風強めにしました。これがいいかな。暑いな今日。風怖い風。あ、ありがとうございます。秀樹の紹介によりご紹介に預かりました。ニコヤンバンドフィーチャリングケルス・サイモン&ナイトホークスハウクスです。ホークスってね、ホークスなのか、ハウクス、ナイトハウクス、ね、あの衝撃的なド迫力なサウンドでお届けするナイトホークス、そこに僕が混じって演奏するということになりまして、ニコヤンバンドというのはちょっとまあその時になぜニコヤンバンドなのかお願いします。1000円カット。あ、1000円カットね、ありがとうございます。はい、1000円カット。一応ちょっとあのこまめに行くことにより顔なじみになったんで、ちょっとだけ切ってくれること許してくれます。ちょっとずつ伸ばすか、まあもうこのままでいくかちょっと僕考えます。もう大人なんでね、髪質を考えるとあまりロン毛は危険かなと思っております。こんなことわざわざこんな格好つけて MC する必要ないんですけど、ということで今週末今日はその練習配信をしております。お首が待つ、はこのようにね、そういったわけで、このような配信をしてるわけですね、うん、今ねあの iTunes を立ち上げたんで iTunes でもう何も見えなくなっちゃってね、今174名から3名減りましたね、これね残念なことです。そしてヘッドラッシュがありますね、ヘッドラッシュで扇風機が回っております。はい、以上、現場はこんな感じです。戻します。はい、アンバードーンお願いしますって言われたんでね、アンバードーンやりました、今。はい、ではちょっと自分の曲やろうかな。せっかやっぱり今日カラオケがね、このカラオケがちょっと残念なんですよね。そのこっちのパソコンにつないどきゃよかったな、これが。これなんか出ないかな、こっちから。で何を一人で言ってんだって話ですよね、これ。あ、ちょっとあのこっちのカラオケは出るかもしれないな。メインのパソコンにねカラオケが結構入ってるんですよ。でそれをまあ別にほらライブ配信だけの予定だったんで、 IK マルチメディアのとこから出ないもんすかね、これね。ちょっとこっちから出ればね、いつものいい感じのできるんですよね。これ出ないかな。まず動いてないな、これ。ちょっと待ってくださいね。
鳴ってませんね、これ。ちょっとすいません、カラオケになると思ったんですけどね。こっちのパソコンのオーディオインターフェースがなんか繋がってないってことか。こっちこれか、違うな。すいませんね、ちょっとお手数をかけてしまいました、皆さんに。こっちじゃないのか、こっちか。あれ、出ないな。もうやめようか。じゃあ生配信感がすごいですね、これ。出ないな。しまった、ちょっとやばい、もうやめようか。危なかった。今ループバックするところでした、あのカラオ、僕の声がだいぶこうね、僕高い声で喋ってる意識なんですけど、やっぱり何言ってるか分かんないですね、やっぱり自分。もうちょっと高い声で喋りましょう。よし、じゃあまあそのままやりますか、そのままね。あれ、ちょっと首そのわざわざマイクのこう、ここからこう、ここに首を乗せてね、今操作すると横着をしていましたけども、またこの画面がちっちゃくてめちゃくちゃ見づらいな、今の僕のこの視力では。やっぱでもおしゃべりしてる方が人増えますよね、これ。おしゃべりの方がいいかな。演奏したら人変だよな、いつも。なんだそれって思いますよね、皆さん。いい加減にしてほしいですよ、もう。ブルーマンデイ、フライヤー。どうしようかな。あ、ちょっと待って。自分は曲を選んでる間抜けな顔を見てしまいました。この広島モナムール、広島モナムールはねないんかな、これ。まあいいや、弾いてみ、広島モナムール弾きゃいいんだな、これ。うん、わかりましたよ。ちょっと広島モナムール弾いてあげましょう。ちょっと、はい、いただいて、やらせていただいて、あとちょっとやりましょうね。オーパス1じゃなくて、ジャッジメントデイバイキング、ジャッジメントデイバイキングやりましょう。じゃあね、立ってるし、立って弾くやつね、キングオブザキャッスルとかもやりたいんですけど、ちょっとね、多分ちゃんと弾けないかもしれないから、あんまいい加減なことはやめときましょう。よし、前向きおさんだ。どうもこんばんは。前向きすぎのケリーサイムです。前向きおさんに負けず前を向いて生きていきたいと思います。
Thank you.
Oh,
ストラップがなくなったと思ったら保護色で椅子に乗っかかってまして、ちょっと焦ってしまいました。さあさあ、今日いよいよ最後の曲になりました。皆さんご視聴いただきありがとうございます。そして小太郎さん、お先に失礼します。ありがとう。スーパーチャートマサルゲンジさん、前向きよさん、僕も前向いていきます。川坂苗さん、ローズちゃん、前向きます。ケンちゃんもありがとう。そんな感じで今日は最後にやはりフューチャーデスティネーションやりたいんですけど、あのオープニングないやつなんでね、いきなり始まるという、今井香織さん、すいません、あの今日はね、あの練習というよりは配信テストだったんですよね。もう一回最後に配信テストを見せましょうか。今度のね、ライブ配信、週末ね、ライブ配信やるんですよ。それのね、あのテストでこのシステムをちょっとチェックしてましたね。いつもはこの後ろのパソコンでやってるんですけど、今日はこのノートパソコンを使って今週末スタジオライブ配信がありますんでね、楽しみにしておいてください。そんな感じでハロウィンショーとなってます。エフェクターにかぶりついてかぼちゃたち、そして今日使用したギブソンレスポ、そしてレッドハウス、シルバーレッド、あ、赤鬼でした。な感じでね、香里さん登録 してありがとうございます。登録、チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。お、いいですね。今日はあの突然配信したからカメペダルか高評価がほとんど高評価でありがたい限りです。いえいえ、かおりさん謝らないでください。昨日もね、そういえばね、あの皆さん知ってます、昨日僕ね、あのなんか急にあの知らんわボケとか言われてね、女性になんか久しぶりですね、久しぶりで女性にはボケなんて言われたことないんで、あんまりね、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ確かに僕がね、男の中の男みたいなことを書いていて、あ、男だけがなんかこう年取っても男のあれだみたいなね、書いちゃったから、それにちょっとこう怒りを感じてしまった女性に、あのはい、どこぞの誰か知らんけどボケとか言われちまって、ちょっとね一瞬ねびっくりしたんですよ。男だったらね、まあ、はっきり言って僕はあの全力でこう叩き潰しに行くんですけどね、女性だったからね、まあこれはなんか、あ、僕の言葉が足りなかったかなと思ってね、あの速攻で謝っておきました。するとなんかその関西のね、なんかノリでボケ的な感じで、あ、ツッコミみたいな感じで言いましたみたいな感じだったんですね。でも皆さん、あのケリーサイモンファンの皆さん、お願いします。むやみに人にあのアホボケ言わないでください。僕は言いますけども、僕じゃない僕のファンの人、礼儀正しくしてください。僕の一番の誇りはですね、僕のファンはみんな穏やかだというところです。
はい、僕がどれだけあのアンチとやり取りしていても誰も、フォローしてくれないという。なぜならばケリーはきっと自分でやってくれるだろうという、みんなの絶大な信頼を僕は得てるんで、はい、インターネット歴約25年、ニフティパソコン通信からの粘着質の、評論家たちと戦い続けて早20数年です。なので今はギンギンにライブハウスじゃないわ、ライブ配信でこのように演奏させていただくと、ギンギンの文句言う人減ってきました。当たり前です。なぜならばこんなことは簡単にはできないからです。僕はでもすいませんが宇宙人じゃありません地球人です。でも日本人というカテゴリーにいますけども、僕は地球家族の一員だと思っておりますので、このようにあのね、メキシコの世界の裏から応援してくださるアナさんとかね、女性もいらっしゃいますから、はい、だからとにかく僕だけです。僕は言いますけども、僕でも女性には言いません。これは決して差別ではなく区別しています。区別は必要です。男子トイレと女子トイレ区別必要です。共用にしなくていいですっていうのと一緒です。お分かりでしょうか。ということでバビさんなんですか、私が参戦するとそうそう、バビさんはダメです。でもね、バビさんは自分のところではすごく戦ってるんですけど、僕の言うことをちゃんと聞いてくれる物言わぬ、スポンサーです。そうだ、あのね、スポンサーマークもちゃんとコピーしておいて、今日ちょっとすいません、それが全部配慮に欠けてますね、申し訳ありません。でも一応大体あの準備はできておりますんで、文字のコミュニケーションは難しいですね。うん、そうですね。あ、入場料ありがとうございます。入場料でも僕は難しいけど、あのそんなもんだと思ってます。 120SP さんありがとうございます。港さんどうもありがとうございます。ちゃんと 60P にしますね。はい、あのね、めんどくさいとかややこしいからやめるって言っちゃったらおしまいなんでね、僕はあの人付き合いっていうのはめんどくさいもんだと思ってやってます。なので皆さんご安心ください。はっきりはしてもらって、 あんまし人のことを気にしていません。はい、僕あの自分大好きタイプっす。今日もいや今日もめっちゃ弾けてるな俺っていうね、はい、自分ではそう思ってる。今日も結構失敗してるけどいけてるなおいっていう、感覚で毎日過ごしてるんで、僕朝起きたらあのリセットされてるんですよ。なので大丈夫物言わないけど、あの投げ銭大人やなこれ。ナイス赤スパ、これはもうちょっとそれなんかこうできないかな。ナイス、これどこかでなんだろう。ナイスこれディレイかかんないかな。はい、バビさんはもっとすごいね、あの僕に対して応援してくれるようになったんでですね、僕もこのように自由に、自分の考えをひたすら言いながら、発信することができております。
ミュージシャンはね、やっぱりなかなかそれが難しいんでね。はい、ありがとうございます。皆さんぜひとも、そして皆さん一応ね、あの週末ライブも無料なんですけども、やっぱり無料でやるっていうのはかなりね、実はあの言ってしまうと、それなりにいろいろコストがかかってるんで、よろしければ概要欄を見ていただき、スーパーチャット並びにカンパなんかもいただけるとね、メンバーの皆さんに還元することが、今回僕のチャンネルですけど、一応そのニコヤンバンドというナイトホークスの皆さんに僕が交わるという形なので、その辺、レアなライブを楽しみにしておいてください。さあ弾きましょう。では最後のフューチャーデスティネーションです。
そういえばこれ最後にね、最後のあのお別れの、お別れのこのエンディングがね、こちら今日の配信あの最後の忘れてた、これこれ急に切れます今日。いいですか、すいませんね、皆さんありがとうございます、ね、バビさんも、バビさんのスーパーウルトラチャットのおかげで盛り上がりました最後。じゃあキュン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 、マジディレイだったこれ。さあね、最後に香里さんという人もね、あのチャンネル登録してくれて、咲子さんは今日は、今日咲子さんあの結構ツイッターでやりとりしましたよね、僕多分。はい、今週末よろしくお願いします。みなとさんありがとう、木島さん Thank you Good morning Anna ね、今日もはい Have a nice day ですよ今日もね、はい、今井香織さんありがとう、素敵、あ、ありがとうございます。ヒデキン TV エリデイプツプツ、はい、マミングベ、ありがとう、あやこさんありがとう、かおこさんどうも、バビさんありがとうございました、あのちゃんとスポンサーのやつつけます、このチャンネルに、あ、ありがとう、さきこさん、さきこさんツイッターから先なんかな、 ありがとうございます、たっかさん、めいさん、たっかんさん、前向きおさん、今日はこれからも前向いていきましょう、前向きすぎおです、こんばんは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 、前向きすぎおです、はい、ローちゃんありがとうね、いつもスーパーチャットもありがとう、ちーちゃんさんありがとうございます、ということでこれこれ肝に響くです、あ、長間さんね、どうもお疲れ様です、いつもいつも、というわけで皆さん、週末熱いライブをお見せすることができると思います、これで音も出ますからね、楽しみにしておいてください、まあ、ただトラブルはつきもんなんでね、配信ってねすごいトラブルが多いかもしれないけど、スタッフに僕の長年の長年連れ添ったっていうなんか嫁みたいな仲間、佐々木さんっていうギターテックの方と陽介が万全の体制で臨みます。陽介ももう超絶スタッフ10年ぐらいやってますからね、何気に彼はイケメンドラマではなくて僕のギター周りのテクをすごく理解している人です。でもギターはほとんど弾けませんけどねというわけで、楽しみにしておいてください。じゃあ一気に切りますよ、はい、じゃあ皆さんおやすみなさい、では今週末10月30日土曜日ハロウィン前夜にお会いしましょう、おやすみなさい、サイム